行きます。川西の選挙に勝って NHK をぶっ壊す。ということで令和4年2020年今日は10月の9日、中野千鶴子さんです。派手な本日よりね、川西市の市議会議員選挙、はい、まあ、市長選もやってるんですけども、選挙がスタートしました。ぜひね、まあ、元職というか、まあ、前回ね4年前はちゃんと当選をして、はい、今年の7月に参議院選挙に移行してもらったことでちょっとね3ヶ月ぐらい今金曜お休みしてますけど、楽しかったです。参院選も、ね、言いたいことがテレビで言ったのでね、もう感謝しております、はい、ありがとうございます。ということで、まあ、NHK 党としてはですね、もちろん中曽千鶴子をですね全力で応援しておりまして、ぜひね皆さんこの動画をご覧いただいている中で川西市民の方ってなかなか少ないとは思いますけども、川西市民の方は明日から期日前投票、これどこですか、市役所と他にあるんですか、市役所と公民館とか、ね、はい、まあ、明日から投票ができますので、はい、で投票日は来週16日が投票日ですので、はい、川西市民の人はぜひ中曽千鶴子と書いていただきたい、よろしくお願いします。でそれ以外の方はぜひねこの動画を拡散、はい、ツイッターなり、他に LINE とかも拡散できるのかな、今拡散、ね、してください、ね、川西市のお友達や親戚や、はい、昔の同級生、動画を拡散するのが問題だと思うんですよね、はい、投票してくださいというような LINE とかを送るのがちょっとダメなんですけど、はい、まあ、電話をいただくなり、まあ、とにかく動画の拡散とか Twitter の拡散も拡散していただくということでご協力をお願いしたいと思いますが、まあお父さんとは長くてお付き合いはね、はい、男女関係は一切ないですけど、そうなんです、体の関係はないですよ一切ない、でもつながることないですけどね、ないですね、純愛って感じですねまあこれ何度も言ってますけど純愛誤解が生じます違う、じゃあそういう意味じゃなくて、こう友人としてのね、うん、いやでもね本当にこれも戦友です、戦友。おつるさんとね、はい、おつるさん紹介するときは僕2009年からお付き合いがあって、はい、当時は僕は左翼でしたから、ね、ああ私は右翼でした、ね、そう左翼と右翼で僕はだから NHK の、まあ、解体のデモっていうかね、シルクロードに対しての NHK の番組に対しての右翼ポイントが、まあ、まあ、こんな、はい、対抗、まあ、いわゆる抗議をされていて、まあ、それ以外にもね、いろいろとこうおかしな番組 NHK がジャパンデビューを作ってたりしたので、はい、鶴さんが NHK の京都にデモ活動をすると、そこに僕は生まれて初めてデモ、まあ、生まれて初めてというか僕はデモは、うん、あれです、 NHK の労働組合のデモには参加しました。動員で、まあ、動員、まさに動員ですね、はい、労働組合が給料を上げろとかやつですね、それには参加したことあるんですけど、いわゆる日本、ね、広まるとかをも見てですね、街中をですね警察と一緒に歩くってデモしたのが初めてで、ね、まあそこでもう日教組はもうとんでもないんだとかおつるさんがね、いろいろと言ってて、僕は当時まだちょうど立憲民主党とか当時民主党政権が誕生した翌月だったので、まあいわゆる世間でいう左巻きだったんですよ、リベラル、リベラルかな、まあ、まあ、とにかく民主党を応援していて、まあ、自民党はダメだっていう考え方をそう持ってたんですけども、はい、まあおつるさんからいろいろと説教されながらまあ説教とかいろいろ教えてもらったんですよね、うん、でその後そこからまあずっと交流はちょこちょこ続きながら、はい、だからお会いしたのは13年前で、はい、選挙のお手伝いさせていただいたのが8年前と4年前と今回ということなので、はい、なんかあんまりね NHK 党のイメージおつるさんないと思うんですよ、多くの人。そうなんですよね、どっちかっていうと不思議に思われるんですよね、拉致被害者奪還に燃えてる活動家っていうのが、なんかヘイトスピーチとかね言われる曲、なんか4年前になんかあれでしたよ、妨害めっちゃ電話来ましたよ、中曽千鶴子なんて公認するのはダメだ、すいません、いやいや、ね、おかけします、いやそれぐらいちゃんとね活動しているから、まあ、僕もいろんな人から抗議されますけど、まあ、政治家って何かを変えようとすると変えてほしくない人からは妨害を受けるから、もう全然それは僕はその時からね、それはもう有権者が選挙で判断することだから、おつるさんが過去にね辻元なんとかさんをなんとかしろとか
そういったことね。いや逆にそういうのもあっていいんですよ。それが NHK 党だし、僕自身がいると変わっていったわけですよね。それこそ NHK を守ってるのは今も自民党なんですよ。変わらないですよ。でも今は自民党の政策っていうのはおおむね僕は認めているので、逆に自民党を内側から変えてやろうぐらいの感じ。それはいいことですよね、内部からね、うん、だから中に入って変えた方が早いと思ってるので、はい、まあそれやっぱり民主党っていうのはもう全然ダメだな、うん、その思想がね、やってる人たちが憎いは僕はないです。人が皆さん共産党の人と共産党の人と仲良くしてるらしい。そうです、私あの川西ではリスペクトしてるんですよ。やっぱりね、すごい仕事量も、そういう意味ではあのそれはもう共感する部分もあるし、そうだらだらね、本丸の市議会でずっと寝てるおっちゃんよりももう必死になって、あの、ね、あの子供たちのために市民のためにって言ってはる共産党のベテラン女性にはリスペクトしております。まあ、これはね、市議会議員、それで僕もね市議会議員一応1年半と区議会議員1年半ぐらいやってたので、それはすごく、だから公明党の先生とか共産党の先生は特にごく頑張っていらっしゃるのは分かっているので、思想、いわゆる政治として向かっていくのは違うにしても、皆さん政治家って僕はあの命がけでね、あの皆さんやってくれてるっていうのもあるので、まあ、全員じゃないですけど、だから僕国葬はみんな行けようと思ったんですけど、まあまあそれはそれとして、あのぜひね、あまり長いと見てもらえないので、ね、NHK の問題、これでも4年前までは相当ありましたよね、はい、そうです、もうなんか川西にこんなに苦しんでる人がいるんだということを、だからおつるさんも知らなかった。8年前無所属で、4年前は NHK から国民は元で立候補したので、 NHK のまあ被害者がおつるさんのところにね、まあ、あの中曽千鶴子さんはなぜかおつるさんって言うんですけど、なんでおつるさんって言うのかな。いやなんか学生時代、ちるこちゃんって言われてたんですけど、それがなんとなく、なんかそういう年じゃなくてて、おつるみたいな、うん、まあまあ、通称おつるさんなんですけど、はい、連絡来るようになって、ちょっとおつるさん自身びっくりした。そうですね、だから、その拉致被害者の問題とかしてたけれども、そのこんなに川西の目の前に苦しんでる、あの地獄のような苦しみを抱えてる被害者っていうのが存在するっていうことを知らなかったのが恥ずかしくて、でもそれがお助けできるっていうことにすごい私は喜びを感じたし、あのやりがいもありました。 NHK とのおかげですで、ね、まあ、それでもうどんどん個別訪問が、まあ、全国的に減ってきているので、はい、まあ、4年前と比べたら本当に減った。そうです、ね、まあ、これは間違いなくね、NHK 党として動いていること、そしてこの会員しては中曽千鶴子が動いていることが大きな原因というか要因になっていますので、まだね、NHK との戦いというのは終わっていませんので、特に裁判された方もいらっしゃると思いますから、そういう方をお救いするのが NHK 党なので、ぜひ NHK 党の基盤を、ね、支えてくれる地方議員というのは必要だと思っておりますので、ぜひ投票の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと生活保護受給者の話は やってるんですか、聞いてます。あまりそれはそれは相談ないです、ね、どこには死ぬほど来るんですけどね。そうなんです、はい、あんまりないくって、はい、日誌では少数なのかなっていうことですね。またこれからちょっと取り組んでいこうと思います、はいはい、そういうね、あの生活が苦しい方の、まあ、はい、やっぱりまずはあの生活を安定させるということなので、お仕事がなくなったとかね、高齢で病気になった、お怪我をされたとか、そういった方は安心して生活できるっていうのがこの国の憲法25条で保障された生活の制度ですよね。全ての人が、はい、あの最低限の生活を、ね、することが必要です。そこはね、あの変に恥ずかしいとか、あの遠慮することなく生活保護を受けながら、まあ、それでも今物価の高騰が生活保護費の額に追いついてないので、やっぱり電気代、ガス代、物価、まあ、食料品とかも含めてすごいスピードで今値上がりしているので、その辺のギャップについても党としては相談窓口を持っておりますので、ぜひね、生活保護周りの方も、まあ、全ての人に納得できる回答はできないです、正直ね。ちょっとあの贅沢の言う方もいらっしゃるので、それは全ての方を救いできるかっていうのはちょっと別にしてもご一報いただければ思っております。はい、ということで投票日は、はい、10月16日ということで、ぜひ、管理市民の皆さん、中曽千鶴子への投票をお願いいたします。そして動画をご覧いただいている方は拡散、ツイッター、フェイスブックなどでの拡散よろしくお願いします。
というかすごい人やな。あの別に映ったらあかん人はあれやけど、これだけ人がいますと。いや、それだけ最後じゃあいきますよ皆さん。川西の選挙に勝って NHK をぶっ壊す。ありがとうございました。